アウラングゼーブは、北、インド、ムガル帝国の、第六代君主。アーラムギール、または、アーラムギール一世とも称される。第五代君主シャージャハーンの三男。母は、ムムターズマハル。アウラングゼーブは若い頃、デカン地方の総督として派遣され、自身の名を冠した都市、アウランガーバードを拠点に、ビジャープル王国やゴールコンダ王国に対して、 軍事活動を展開した。その過程で、ミール・ジュムラーといった、優れた武将を味方につけた。1657年、父、シャー・ジャハーンが、重病に陥ると、兄、ダーラン志向、シャンシュジャー、弟のムラードバフシュと、後位継承戦争で争い、1658年に、定位を継承した。その後、兄弟3人を、直接的、 間接的に殺害し、父ミカドはアーグラ城へと遊兵した。アウラングゼーブの治世は実に49年の長きに渡り、その治世の前半は、曽祖,祖父、アクバル以来の繁栄が続いた。アウラングゼーブは、若年から厳格なスンナ派の信者であり、ムガル帝国の宗教政策を変えて、帝国をシャリーヤで統治しようとしたが、その反面では、 アクバル以来の融和路線に反する厳しい宗教政策によって、ラージプートなど異教徒の離反を招いた。特に、デカン地方にヒンドゥの復興を掲げた、マラーターの指導者、シバジーの抵抗には苦慮し、長く、新産を舐めることとなった。1681年以降、アウラングゼーブは、デカンに退去なんかし、ビジャープル王国、ゴールコンダ王国を滅ぼし、さらには、 マラーター王国を南に押し返した。だが、マラーターのゲリラ戦や重税に苦しむ、諸地方の反乱、提出における混乱といった、様々な問題に悩まされ、その晩年は、悲惨なものとなった。1707年にアウラングゼーブは崩御し、その崩御までに、帝国の領土は、最大となったが、彼の崩御を契機に、帝国は衰退、崩壊した。 戦像に立ち向かうアウラングゼーブ1618年11月3日、アウラングゼーブは、ムガル帝国のミコフ・ラムとその日、ムムターズ・マハルの息子として、グジャラート地方のダーホードで誕生した。1622年、フッラムが皇帝、ジャハーン・ギールに反乱を起こして敗北したため、その幸福条件の一つとして、兄、ダーラー志向と共にジャハーン・ギールの元に、 人質として送られた。だが、1627年10月に、ジャハーン・ディールが崩御すると、帝国の貴族アーサフ・ハーンによって解放された。後、1628年2月に父は、シャー・ジャハーンとして即位し、帝国の皇帝となった。1633年6月7日、2頭の戦像の試合中を、対乱中、突然1頭が、 アウラングゼーブの方に向かってきた。だが、アウラングゼーブは逃げずに立ち向かい、ゾウの額に槍を突き刺した。ゾウは怒り狂いアウラングゼーブの馬を牙で刺したため、彼は、ゾウと地上で戦わなくてはならなくなったが、帝神らが助けに入りことなきを得た。シャージャ・ハーンは彼を、大層褒め、多数の褒美と、バハードルの称号を与えた、と、パードシャーナーマは記している。 このことから、アウラングゼーブは、幼少期より、勇敢な人物であったことがわかる。また、アウラングゼーブは、若年より、イスラーム教に傾倒し、そのため彼は、ファキールあるいは、ダルビーシュと呼ばれるほどの熱烈なムスリムとなった。アウラングゼーブは、アクバル以来の宗教的融和を否定した、ナクシュバンディ教団のシャイフアフマドシルヒンディの思想を、強く受けていた。この時期、 シャージャハーンは、バーラーナシーの寺院を破壊していたし、帝国の宮廷では、イスラーム復興運動が盛んとなっていた。一方、アウラングゼーブは全く正反対のアクバル以来の、優和路線を支持する、兄のダーラー志向と激しく対立し、彼を、カーフィルとさえ呼んだ。対立の要因はそれだけでなく、シャージャハーンのダーラー志向に対するアウラングゼーブも、 嫉妬するほどの偏愛にあった。とはいえ、シャージャハーンは、アウラングゼーブの才能を認め、高く評価していた。ダーラー志向は時折人々に、弟たちの間で油断ならないのは、あのナマーズイだけだと話していた。アウラングゼーブ1636年7月24日以降、アウラングゼーブは、デカン総督に任命され、デカン地方へと向かった。 これは、同年2月に、父ミカド、シャージャハーンが、アフマドナガル王国を滅ぼした後、工事を彼に任せるためであった。1644年6月7日、アウラングゼーブはこの地位を解任され、1645年2月26日から1647年1月20日まで、アウラングゼーブは、グジャラートの大使であった。 1647年2月19日から10月13日まで、アウラングゼーブはバルフ及びバダフシャーンの大主であった。これは、ブハラハーン国で起きた清争に介入し、バルフとバダフシャーンの支配を固め、サマルカンドを奪還するためであった。だが、 アウラングゼーブは迫りつつある冬にはなす術がなく、部隊の士気も低下していたため、ブハラの君主ナーディル・ムハンマド・ハーンに任せて引き上げた。戦後、バルフ及びバダフ・シャーンの大衆の地位は解任されたが、引き続きその地に留まった。その後、1648年12月から、ムガル帝国とイランのサファビー朝との間で、アフガニスタンの要衝カンダハールをめぐり、 第二次ムガルサファビー戦争が勃発し、2月にカンダハールがサファビー町に奪回された。そのため、アウラングゼーブは、父ミカドの命により、強力な軍勢を持ってカンダハールへ進軍し、包囲を開始した。だが、アウラングゼーブの側には強力な大砲がなく、包囲戦に苦労したため、カンダハールから引き上げた。1652年5月初頭。 アウラングゼーブは今度は多数の大砲のみならず、食料や物資を集めるなど準備を整えて、カンダハールを再包囲した。しかし、カンダハール守備隊にも食料が豊富にあり、2ヶ月経っても陥落せず、そればかりカウズベクの軍勢1万機が接近しつつ、アルトの方が届いたため、包囲を解いて退いた。その後、軍の指揮権は、ダーラー志向に移った。この間、 1648年3月25日から、ムルターンの大使、1649年12月6日から、シンドの大使を兼任し、1652年7月24日まで、この地位にあった。ミール・ジュムラー1652年7月17日、アウラングゼーブは、デカン総督に再任され、北西インドから、デカン地方へと赴いた。1653年、 アウラングゼーブは、ファテーナガルを、アウランガーバードと改名し、この地を、自身の拠点とした。以後、アウランガーバードは長らくこの地域における帝国の拠点ともなった。1656年、ゴールコンダ王国で、君主アブドゥッラークトゥブシャーとその大臣、ミール・ジュムラーが不仲になり、ミール・ジュムラーはアウラングゼーブに基準を申し出て、ゴールコンダ王国への侵入を流した。 アウラングゼーブもまた、この地域に、帝国の勢力を拡大するため、ミール・ジュムラーの基準を受け入れ、強行軍でダウラターバードから、ゴールコンダ王国の首都、ハイダラーバードへと向かった。だが、ゴールコンダ・オーアブ・ドゥラークトゥブシャーは、南高フラクのゴールコンダへと逃げたため、1657年に1月から、アウラングゼーブは城に激しい攻撃を加えた。2ヶ月以上にわたる攻撃により、 ゴールコンダは、陥落寸前に陥ったが、ここで包囲は長引いている、伝え聞いたシャージャハーンから包囲を解くように命令された。この命令は、アウラングゼーブがゴールコンダ王国を滅ぼして、さらに強大化するのを恐れた兄、ダーラーシコーと姉ジャハーナアラーベイグムが、シャージャハーンを動かして出させたものであった。アウラングゼーブはといえど、父ミカドの命令には逆らえず、4月13日にゴール。 コンダの包囲を解き、ゴールコンダ王国はその名脈を保った。しかし、アウラングゼーブは、ゴールコンダ側に莫大な賠償金を貸し、そればかりか自身の長男、スルターンをアブドゥルラ・クトゥブシャーの後継にすると約束させ、王の長女をその日に差し出すよう命じた。ミール・ジュムラーの基準もまた、この時家族や、自身の軍隊と共に立ち抜くことを認められ、 アウラングゼーブと共に王国を去った。アウラングゼーブとミール・ジュムラーは、その道中、ビジャープル王国を通過したが、その際に、同国で最も大規模な城塞、ビーダルを落として支柱に入れ、ダウラターバードへと戻った。フランスの旅行家、フランソワ・ベルニエによると、アウラングゼーブとミール・ジュムラーの二人は、ダウラターバードで、 固い友情に結ばれ、アウラングゼーブは1日に2度ミール・ジュムラーの顔を見ずには生きていけず、ミール・ジュムラーもアウラングゼーブにまた会わずには1日を過ごせなかったのだという。ベルニエはまた、ミール・ジュムラーとの結びつきが、アウラングゼーブの王座を築く上での最初の礎先となったと記している。その後、ミール・ジュムラーは、シャージャハーンに面会するため、妻子ら家族と共に、 アウラングゼーブの元を離れ、多数の贈答品を携帯して、アーグライをもむいた。シャージャ・ハーンに面会した際、ミール・ジュムラーは、ゴールコンダの豊かさを証明するため巨大な、ダイヤモンドである、コーヒヌールを贈呈し、岩山のカンダ・ハールよりは、デカン方面へと兵を進め、コモリン・岬まで制圧するよう進言した。シャージャ・ハーンは、この進言を受け入れ、 ミール・ジュムラーの指揮の下で大軍を送ることにした。だが、ここで皇帝の長男ダーラー志向がアウラングゼーブに兵力を注ぐことになると反対し、この企てを止めようとした。その結果、アウラングゼーブはデカン総督としてダウラターバードにとどまり戦争に一切関与しないミール・ジュムラーを総対象に全権を持つこと、その忠誠を保障するために、 彼の家族をアーグラに留め置くことが条件とされた。ミール・ジュムラーは仕方なくこの条件を受け入れて、デカンへと進み、ビジャープル王国の領土へと入り、カリアーンの城塞を包囲した。晩年のシャージャハーン1657年9月、父ミカド、シャージャハーンが、病床に伏すと、帝国内において混乱が起こり、新たなる動乱が始まった。 アウラングゼーブを含む、息子ら4人による、勝つか死ぬか、王になるか滅びるか、二つに一つの行為、継承戦争である。行為継承戦争が幕を開けるや、イナや、長兄のダーラー志向は、デリーとアーグラで、時系のシャーシュジャーは、ベンガルで、弟のムラードバフシュは、グジャラートで、それぞれ兵を集めた。だが、アウラングゼーブはその性格から慎重に動き、 情勢を見た上で、ミール・ジュムラーとの合流を優先した。ミール・ジュムラーは、カリアーニーを、未だ包囲し続けていたが、アウラングゼーブはそこに、長男、スルターンを送り、ダウラ・ターバードに来て合流するように説得を行った。だが、ミール・ジュムラーは、アグラで家族が、人質に取られているため、合流して援助することも、味方だと公言することもできないと言い,い、 スルターンは仕方なく、ダウラターバードへと戻った。それでも、アウラングゼーブはめげずに今度は、次男、ムワッザムを送り、ミール・ジュムラーの説得に成功した。その後すぐ、ミール・ジュムラーは、老城軍に、さらなる攻撃をかけて和議に応じさせ、ムワッザムと共に、アウラングゼーブのいるダウラターバードへと向かった。アウラングゼーブは、大変喜び、ミール・ジュムラーを、 バーバー、バーバージーとさえ呼んだ。また、アウラングゼーブはその家族が殺害されぬよう一計を案じて、ミール・ジュムラーを拘束したように見せかけて、共に抗軍することを提案し、ミール・ジュムラーもこれを了承した。アウラングゼーブは、ミール・ジュムラーとの合流に成功して、ダウラターバードを出た後、ムラードバフュに、シンド、パンジャーブ、カシミール、 アフガニスタンを与える約束で同盟を結んだ。ムラードバフシュは、グジャラートのアフマダーバードを出て、アウラングゼイブと合流し、兄、ダーラー志向に対抗し得るかなりの大軍団ができた。アウラングゼイブ1658年2月、アウラングゼイブとムラードバフシュの連合軍は、父チチミカド、シャージャハーンの派遣した軍勢を破った。同年4月15日、 アウラングゼーブとムラードバフシュの連合軍は、ダーラー指向の軍とウッジャイン近郊のナルマダー川を挟んで戦闘を行った。戦闘は、最初の方は、ジャスワンとシングの奮闘により、ダーラー指向軍の方が優勢だったが、ムラードバフシュの勇猛さに怯えたカーシムハーンが逃げ出すこととなり、ジャスワンとシングも大勢の部下が死亡したことで、撤退せざるを得なかった。 ダーラー志向はこれに怒り狂い、激しく激怒した。彼は、ミール・ジュムラーが、兵力や大砲、軍資金を提供したとして、その息子、ムハンマド・アミール・ハーンを殺してやりたいとまで言った。だが、シャージャ・ハーンがなだめようとしたため、これは実行されなかった。1658年6月8日、アウラング・ゼイブとムラード・バフシュの連合軍は、ダーラー志向の軍勢とアーグラの近郊、 サムーガル平原で激突した。この戦いは、ダーラー志向の有利にあったが、ダーラー志向の軍で裏切りが起き、そのために、軍は、改装してしまった。その後、アウラングゼーブは、アーグラの貴族らを味方につけ、ダーラー志向の長男スライマーン志向についていた武将、ジャイシングに貴族を求める手紙を送った。二日、アウラングゼーブは、シャージャハーンに会いに行くという口実のもと、 長男、スルターンをアーグラへ送り、シャージャ・ハーンの身柄を拘束させた。彼自ら会いに行かなかったのは、姉のジャハーナ・アラーベーグムがアウラングゼーブに対して、陰謀を企てていたからだ、と、ベルニエは語っている。後、22日に、アウラングゼーブの任命した、城塞司令官のイティバール・ハーンは、シャージャ・ハーンを、ジャハーナ・アラーベーグムといった女性らと共に、アーグラ城へと遊兵し、 厳重な見張りをつけた。7月7日夜、アウラングゼーブは、弟のムラードバフシュを騙し、酔って寝ているところを捉えた。アウラングゼーブの周到な買収工作により、翌朝までにムラードバフシュの軍勢は、簡単に乗っ取られた。アウラングゼーブは、ムラードバフシュをそのままデリーのサリームガル城へ、ついでグワーリアルへと送った。同月7月31日、アウラングゼーブは、 デリーのデリー城で、即意識を挙げ、アーラムギールつまり、世界を奪った者の称号を名乗り、帝国の皇帝となった。アーラムギールの称号を名乗った理由には、父の王号シャージャハーンの意味が、世界の皇帝であったからだと考えられる。ダーラーシコアウラングゼーブ、シャンシュジャー、ムラードバフシュ皇帝となったアウラングゼーブはまず最初に、未だ活動している。 兄のダーラー志向とシャーシュジャーの始末に取りかかった。8月、アウラングゼーブは、ラホールで兵を集めていたダーラー志向の追撃に、急いで向かい、ダーラー志向は、ムルターンへと逃げた。アウラングゼーブは、ムルターンまで追撃し、ダーラー志向が、ムルターンを放棄したことを知ると、彼は、その追撃を部下に任せ、ムルターンに入った。アウラングゼーブは、アーグラ方面が心配で、 ガーラー志向の他にも、シャーシュジャーの脅威、そして誰かが、シャージャハーンを出国させるかもしれないことに不安を感じていた。その後、アウラングゼーブが急いで、ムルターンからラホールへと向かう最中、基準を促していた、ジャイシングが、ラージプートの平四、五千で向かってくるところに遭遇した。アウラングゼーブは、ジャイシングがデリーかアーグラのあたりにいると思っており、彼が父ミカド、 シャージャーハーンを深く慕っていたため、自分を捕らえて、父ミカドを解放するのではないかと、心配した。だが、アウラングゼーブは自らジャイシングのもとへ赴き、ラージャージー、バーバージーと、ミール・ジュムラーにかけた類の言葉をかけ、その上で、ダーラー志向が破滅したと説得し、自身の真珠の首飾りをかけるなどして、手厚くねぎらい、ラホールの長官に任じて、ラホールへと向かわせた。 11月、シャーシュジャーが強力な軍隊を率いて、アーグラへ向かってきており、すでにアラーハーバードのあたりまで来ていると報告が入った。その頃、ダーラー主公が、グジャラートのアフマダーバードにいるという知らせが入っており、アウラングゼーブ自ら追撃に向かおうとしていたが、完全にこれを部下に任せ、自身はシャーシュジャーの討伐に向かった。そして、 1659年1月5日、アウラングゼーブは、シャー・シュジャーと、アラー・ハーバード付近のカジュ派でとの戦いに臨んだ。戦闘は、最初の方は、シャー・シュジャーの優勢で、また、アウラングゼーブの後陣を講破したはずの、ダーラー志向側の武将ジャスワント・シングが、襲撃するなどしたため、アウラングゼーブの軍は混乱した。しかし、ミール・ジムラーが何とか、アウラングゼーブに、 冷静さを取り戻させたこと、そして、アウラングゼーブの強運さによってによって、シャーシュジャーは戦いに敗れてしまった。シャーシュジャーは一命を取り留めたが、軍は、改装した。この日の戦いも、アウラングゼーブの勝利に終わった。その後、アウラングゼーブは、シャーシュジャーを深追いせず、早々に、アーグラへと引き上げた。だが、ミール・ジュムラーは、シャーシュジャーの追撃を行い、 シャーシュジャーは劣勢を克服できず、1660年にアラカン王国へと最終的に逃げた。シャーシュジャーはその地でアラカンの王の打倒を企てたため、1661年に殺害されてしまった。同年3月、アウラングゼーブはダーラー志向の軍勢をアジュメールで破った。ダーラー志向は逃避行を続けた後、7月になって捕らえられ、 デリーへと送られた。9月、アウラングゼーブは、ダーラー志向がデリーに送還されると、ダーラーを裁判にかけ、イスラーム教に廃教して、カーフィルになったのだとたとして処刑した。アウラングゼーブは、父ミカド、シャージャ・ハーンの偏愛に対する、精神的復讐を行うため、ダーラー志向の首をアーグラに遊兵されている、シャージャ・ハーンの元に送りつけた。 予想通り、愛していたダーラー志向の死に、シャージャハーンは気絶するほどの悲しみを受け、その復讐は果たされた。1661年12月、アウラングゼーブは、弟ムラードバフシュを処刑した。ムラードバフシュの処刑を担当したのは、父であるサイードを殺された息子らであった。アウラングゼーブは、聖なる法に基づく形でこの処刑の実行を、命じたのである。こうして、 アウラングゼーブは三人の兄弟を抹殺することに成功したが、最後に残ったシャージャハーンに対しても復讐行為を続けた。シャージャハーンを引き続きアーグラに遊兵したまま、個人の宝石を取り上げたしたため、上履きを買い替えたりバイオリンを修理するぐらいの金すらなくなってしまった。アウラングゼーブはまた所管のやり取りで、父に対して、 ダーラー思考を偏愛し自分は愛さなかった、と王兵な口調の手紙で厳しく追求し続けた。1666年2月1日、シャージャハーンは、アーグラ城に遊兵されたままで死亡した。とはいえ、姉のジャハーナーラーベイグムはその死の間際、アウラングゼーブを許す手紙に、サインさせている。シバージー・アウラングゼーブは、皇位継承戦争後、帝国の繁栄を維持するため、 1660年代から帝国の領土拡大を目指すようになった。北西方面ではかつてサファビー朝との争いに敗北したために領土の拡大は望めず、北東方面ではミール・ジュムラーがアーホーム王国と交戦状態に入っていたが一進一退であった。そのためアウラングゼーブはデカン方面に帝国の領土拡大を目指した。だがアウラングゼーブは 間もなく、デカンで、ヒンドゥの復興を目指すマラーターの指導者シバージーと、衝突した。マラーターは、デカンを中心とした信仰カースト集団で、バフマニー朝や、その継承国家であるデカンスルターナサは彼らを、傭兵などの軍事力として依存した。シバージーはその一つ、ビジャープル王国の少量主の息子として生まれたが、1640年代に、 マラーター勢力を率いて王国に反乱を起こし、1660年代にはアラビア海に面する根幹地方に独自の政権を持つに至った。彼が率いるマラーター勢力は強固な山城、ラーイガドを中心に多数の砦を拠点とし、西インドの重要都市、スーラトなど、ムガル帝国の領土に何度も襲撃、略奪を行った。そのため、 1660年にアウラングゼーブはおじ、シャーイス・タ・ハーンを、デカン総督として派遣し、シバジーの総統に当たらせた。だが、シャーイス・タ・ハーンは息子を殺されたばかりか、自身も指を切られる大怪我を負った。1664年にアウラングゼーブは、シャーイス・タ・ハーンを更迭し、ベンガル大使として、ベンガルへと送った。同年末、アウラングゼーブは、 帝国で最も強力な武将の一人、ジャイシングをデカンへと派遣した。ジャイシングは、ラージプートのアンベール王国の君主であり、かつて、ダーラー志向の側にいた武将でもある。ジャイシングは、アウラングゼーブの期待にたがわず、シバージーの城塞を次々に落とし、1665年6月には、プランダル条約を締結した。この条約では、シージーは12の城以外を放棄し、 ビジャープル王国への遠征に参加すること、その代わり彼にマンサブを与えることが締結された。ビジャープル王国への遠征後、シバージーは、ジャイシングにアウラングゼーブとの越見を進められ、息子サンバージーと共に、帝国の宮廷へとも向いた。アウラングゼーブとシバージー1666年2月に、ハイテシャージャハーンが死亡すると、5月に、アウラングゼーブは、アーグラ城へと入った。 同月16日、アウラングゼーブは、父ミカドが作らせた、クジャクの玉座に座して、ダルバールを開き、アーグラに到着していた、シバージーもこれにへと出席した。ところが、アウラングゼーブは、王体に際して、シバージーに侮辱的な態度で接し、その上与えた、マンサブはその実力に見合わない、ラージプートの賞よりも低いものだった。おそらく、アウラングゼーブは、マラーターが、 信仰カーストであることで、地位的には、指して重要なものとは思っていなかったのであろうと、考えられる。シバージーはこれに激怒し、面会中に公然と自身の感情を吐き捨てて、宮廷を退去し、アウラングゼーブとの関係は悪化した。シバージーは後に、デカンへの帰還を求めたが、アウラングゼーブはこれを許さず、従者には帰還を許したものの、 彼と息子サンバージーは事実上監禁された。シバージーは皇帝アウラングゼーブにジャイシングと取り決めた条約、ビジャープル王国への攻撃などの忠誠を示した行動を思い出させようとしたが、無駄であった。だが、アウラングゼーブは、その逃亡を防ぐため、その住居の周りに監視させ続けるだけに止めた。そのため、シバージーは本国への逃亡を考え、8月に、 シバージーと、息子サンバージーは二つの大きなカゴに隠れて城を脱出し、本拠、ラーイガドに帰還した。ここにアウラングゼーブとシバージーの決裂は、決定的なものとなった。アウラングゼーブ・アウラングゼーブの知性には、父ミカド・シャージャハーンの知性から強まった、宗教不寛容がさらに強まり、ムスリム以外の異教徒が弾圧され、とりわけヒンドゥー教徒にその傾向が強まった。 シャージャハーンといえども、特別な事情がない限りは、大幅な宗教関与を取ってきた。アウラングゼーブ自身、祖母やヒーババは、ラージプートの女性で、ヒンドゥー教徒であり、ティムールの地も随分と薄まっていたが、彼は、過去の皇帝とは違って異常なまでに、イスラーム教に傾倒していた。即位の翌年、1659年に、アウラングゼーブは、 バーラーナシーの行政官に命じて、同地に新しく建てられたヒンドゥー寺院を破壊させた。また、新たなヒンドゥー寺院の建築を禁じ、10年から12年以内に建てられた新しい寺院を取り壊すよう命じた。この時同時に、ムスリムには、近畿食物の摂取りや飲酒、博打麻薬などの娯楽行為を禁じていることから、ムスリムにもイスラーム教の教理に反することを認めて、 おらず、双方に厳しい態度をとっていたことがわかる。しかし、1660年代にマラーターなど、ヒンドゥー勢力が台頭し、帝国の領土に侵入するようになると、アウラングゼーブは、異教と抑圧に力を入れるようになった。アウラングゼーブは、知性の前半、歴代皇帝が行ってきた、ユルワ路線に基づく穏健な宗教政策を完全に、 改めた。これ以降、アウラングゼーブは、保守反動的な宗教政策を取り、他宗教に厳しい弾圧を行った。アウラングゼーブは、自身が手本となるよう、祈りや断食、その他イスラーム教の義務をけ厳守することを実行し、宝石など身につけずに、羊毛や、面の衣服といった、質素な服装のみを着付けていた。彼はその側近にもこれを厳しく要求し、 デリーとその近郊において、これらは、厳格に保たれていた。アウラングゼーブの知性、ウラマーは徴用され、アクバルの知性に失った領地や、権威などを取り戻した。1660年代から1670年代にかけて、アウラングゼーブは、ムダル帝国の法体系を確立するために、ウラマーに、これまでの判例集を収集させ、判例集、 ファターワイエアーラムギーリーを編集させた。1669年4月9日、アウラングゼーブは帝国全土でヒンドゥー教の寺院を破壊するよう直例を出した。これにより、グジャラート、マトゥラー、バーラーナシー、ラージプーターナーなどのヒンドゥー寺院が積極的に破壊された。寺院にあった宝物や偶像は奪われるか砕かれ、大部分はアーグラへと送られた。 同年、ジャート族の農民とザミインダール2万人が、マトゥラー方面で反乱を起こすと、アウラングゼーブは自らその反乱を鎮圧し、翌1670年1月に、マトゥラーの傾斜バデーバラアイジーンを破壊した。これに対してもジャートの反乱が起きたが、アウラングゼーブは、首謀者を捕らえ、その体をアーグラで八咲きにした。また、カーシー・ビシュワナートジーンやビシュベエンドラジーンが、 破壊されたバーラーナシーでは、ヒンドゥーとムスリムがカンシー・ビシュバナート寺院の後に建てられたギャンバーピーモスクで乱闘騒ぎを起こした。そのため、こういった騒ぎが起きた、いくつかの州では、命令を実行しない、あるいは賄賂を受け取ることで解決する州も出てきた。また、1660年代に、宿教の教主テイグ・バハードゥルが、北、インドを縦断して、 不況を行い、多くの人々が、宿教に回収し、中には、イスラーム教から回収した者も,もいた。アウラングゼーブはこれを許さず、1675年に、テーグ・バハードルを捕らえ、彼を、イスラーム教暴徳の罪で処刑した。これ以降、宿教とは、ゴービンド・シングに率いられ、アウラングゼーブの治世を通して、ムガル帝国に反抗した。その他にも、ムスリムと、 ヒンドゥーとの間に、関税や、巡礼税などで差を設けたり、ヒンドゥーの祭りを祝うことを禁じ、ヒンドゥー教徒が、馬や象腰に乗ること、武器を携行することも禁じた。役人の採用ではムスリムを優先したり、ヒアルイはヒンドゥーをムスリムに変えたりして、ムスリムとヒンドゥーの比率が50%に固定された。アウラングゼーブは、ヒンドゥー教徒に、過酷な弾圧を加えることで、 帝国の大多数を占めるヒンドゥー教徒をイスラーム教に改修させようとし、またイスラーム教を厳格に遵守させ、帝国を真のイスラーム国家に導こうとした。だが、近藤治は、ムスリムが少なかった、ムガル・アサインドの政治風土では、結局、分離主義的な方向に向かわざるを得なかったと述べている。アンドレ・クローもまた、イスラーム教ですら、 かつて体験したことのない協情主義の対象となったため皇帝は逆に孤立を深めたと主張している。アウラングゼーブアウラングゼーブはヒンドゥー教徒の弾圧を強めたことでヒンドゥーの復興を掲げるマラーターの指導者シバージーとさらなる対立に陥った。シバージーは帰還後両者の関係はおむね平和であったがシバージーは弾圧を見て プランダル条約を事実上破棄した。1670年1月以降、シバージーは帝国軍軍部の混乱を見て帝国領へと襲撃をかけ、10月にスーラ島を再び略奪し、その領土を徐々に回復していった。1674年6月、シバージーはヒンドゥー教の儀式に則り、マラータ王を戦死マラータ王国を創始した。こうして、デカンには、 ヒンドゥー教を報じる王国が建設され、シバージーはアウラングゼーブの知性を通してその悩みの種であり続けた。一方、帝国内はアウラングゼーブの宗教弾圧により、宗派間で分裂状態に陥りつつあったが、1679年4月2日にアウラングゼーブはジズヤの財布カレーに採火を下し、復活した。ジズヤは、 アクバルの治世以来100年以上廃止されてきたが、アウラングゼーブは、自身から離れつつあるムスリムの結束を強め、その熱狂的支持を得ようとする算段があったのだ、と、近藤治は主張する。さて、ジズヤは、ムスリム以外の異教徒に課せられる、直接税であったが、富裕層、中間層、貧困層に分けて課された。アウラングゼーブの場合、 ジズヤの年額は富裕層13ルピー、中間層6.5ルピー、貧困層3.5ルピーだった。ジズヤはまた逆進的な課税方式を取ったため、富裕層や中間層には、軽微なものであったが、貧者の負担する税額は極端に高くなり、それは、当時の都市在住の未熟齢の1ヶ月分の手取りに、相当する額であった。とはいえ、女性、子供、 老人、心身障害者、極貧者には課せられなかったため、ジズヤは徹底した調査を必要とし、課税する側にも多大な負担がかかり、その税収を目的とするよりはむしろ、イスラームの政党主義を掲げる君主が、シャリーヤに基づいて課すものであった。ジズヤの復活には、宮廷内で賛否が分かれ、帝国の名優であるラージプートの有力者らからは、 陳情を求める形で発令を見合わせるよう上層があった。だが、アウラングゼーブはウラマーラの権威を受け、その意見に従う形でジズヤを復活した。妥協案として、帝国軍に軍籍のある者はジズヤを免除されるという条項を付加し、これにより、ラージプートとの同盟は以前と同様に維持されると考えた。デリーのヒンドゥー教徒の民衆は、 ジズヤ復活に抗議し、デリー城の城壁にまで押し寄せたほどであった。だが、中にはこれを機に、イスラーム教に改修する者も,も少なくはなく、アウラングゼーブはそうした人々に賛辞を述べた。アウラングゼーブがジズヤを復活すると、シバージーも抗議の手紙を送っていさめ、今ある帝国の繁栄は、過去の皇帝の努力によるものだとわからせようとした。彼は、 ジズヤを復活して、貧しい人々を苦しめ、ティムールの名を汚した、と厳しい批判を書き連ねている。同年7月、マールワール王国、メイワール王国のラージ・プートラが、帝国に対して、反乱を起こした。これは、ジズヤの復活を契機としたものであったが、その他の原因には1678年12月に、 マールワール王国の君主ジャスワント・シングが死亡した際、後継者がなかったためにその領土を帝国の直轄領化したことがあった。アウラングゼーブはこれに対して武力をもって応じ、これらとの戦争に入った。アウラングゼーブ1680年4月、アウラングゼーブにとって悩みの種であり続けたマラータオーをシバージーが死亡した。その後を継いで、 マラーター王となったのは、シバージーの息子サンバージーである。一方、帝国とラージープートとの戦争は続いていたが、1681年1月に、アウラングゼーブの4男アクバルがアウラングゼーブとの対立からラージープートに味方し、反旗を翻した。だが、アウラングゼーブは自らこの反乱を鎮圧し、敗れたアクバルは、マラーター王国へと逃げた。同年9月、 帝国とメイワール王国との間に講和が成立し、アウラングゼーブは、マラーター王国を追悼するため、デカン地方への南下の準備を行った。この地域は、ムガル帝国が大規模な軍事行動を行うことが、できる、唯一の地帯であった。そして、同月にアウラングゼーブは、デリーを出陣し、皇帝申請の大軍をもって、デカン地方へと退去南下を開始した。 11月、アウラングゼーブは、デカンの入り口とも言える要衝、ブルハーンプルへと到着し、そこからさらに南へと進撃した。その後、アウラングゼーブは、アウランガーバードを、陣頭指揮を振るう滞在地としサンバージー率いるマラータ軍と戦ったが、その戦いは4年間ずっと平行線であった。そのため、アウラングゼーブは、デカンで、未だ名脈を保っていた。 ビジャープル王国とゴールコンダ王国に標的を変えた。長い包囲戦を経た後、1686年9月にビジャープル王国を、翌1687年9月にはゴールコンダ王国を制圧し、これらを併合した。だが、この時ヤウラングゼーブは、ゴールコンダ王国の半島にあったヒンドゥーの二つの大臣。 オリッサのジャガンガートンと、南インドの聖地ティルパティのンを破壊することは、なかった。これは、征服間もない地域のヒンドゥー教徒の住民から、反感を買い、抵抗を受けぬよう一定の配慮をしたのだという。その後、アウラングゼーブは再び、マラーターとの戦いに戻り、1689年2月に、マラーターを、サンバージーを、奇襲攻撃により、 三画面シュアルで捕らえ、同年ビーマーカハン、トゥラープルで処刑した。同年には、マラーターの拠点、ラーイガドジョーも落とし、サンバージーの息子シャーフを捕らえた。彼は、ムガル帝国の宮廷で育てられることとなった。危機に陥ったマラーター王国は、サンバージーの弟、ラージャラームを、マラーターを落とし、デカンを逃げ南インドの戦場を拠点とした。こうして、 1689年までにアウラングゼーブは、デカンを制圧し、帝国の4分の1にあたる領土をハントに加え、ムガル帝国の勢力は、南インドにまで及んだ。ここまで一国家として、イスラーム国家の勢力が膨張したのは、トゥグルク朝のムハンマドビン・トゥグルク以来であった、フランシス・ロビンソンは語っている。ここで注目すべきなのは、このデカン遠征で戦った。 帝国軍の兵士や軍主令官さえもが帝国の民族構成上ほとんどヒンドゥー教徒だったことである。ヒンドゥー教徒を弾圧していたアウラングゼーブは実は多数派のヒンドゥー教徒の助力なしには領土を拡大することはできなかったのだ。なんとも矛盾した話である。アウラングゼーブだがこのようにアウラングゼーブが帝国の領土を拡大しているにもかかわらず 1680年代から1690年代にかけて、北インド各地では、農民やザミインダールなど人々の反乱が相次いだ。なぜなら、かねてからの重税に加え、デカン戦争による莫大な戦費がさらなる負担として、人々の肩に重くのしかかかり、その生活が困窮したからであった。すでに、1680年代には、アーグラ周辺のジャート族が、 重税に抗議して反乱を起こすようになり、デリーとデカンをつなぐ行動を旅する旅人や商人の隊列を略奪するようになった。1691年以降、ジャート族はチューラーマンに引き入られて反乱を起こし、アーグラの西のバラトップルを拠点に反独立の政権を持つようになった。1690年代、ベンガルでも深刻な反乱が起こり、反乱勢力は 最大時には、不評6万人、騎兵1万人で各地を荒らし、ベンガルの農作物がデカンに届かないという事態に陥った。アウラングゼーブはこれを解消するため、孫のアズイ・ムース・シャーンと、その補佐、ムルシド・クリー・ハーのベンガルに送り、1698年に、この反乱を鎮圧したが、ベンガルは長く続いた。反乱のため疲弊した。一方、 デカン地方では、アウラングゼーブが、ビジャープル王国とゴールコンダ王国の丘陵に、ムガル帝国の行政制度を施行と尽力していた。だが、ゴールコンダでは、比較的たやすく侵攻したが、マラーター王国領に隣接していたビジャープルでは、その妨害を受け、なかなか思い通りにならなかった。というのも、マラーター王国の武将は、ラージャラームに付き従った者も,もいれば、 デカンに残った者もおり、彼らは、マラータ王の劇で帝国に抗戦していた。また、帝国の領土が拡大したことにより、ビジャープル王国、ゴールコンダ王国、マラータン王国の支配者層が、貴族に取り立てられた。ビジャープル王国及び、ゴールコンダ王国に属していた者が64人、マラータン王国に属していた者が96人で、貴族全体の16%を占めた。 だが、マラーターの貴族は、ラージプートの貴族とは違い、高度なペルシアの洗礼も受けることもなく、宮廷に出ることもなかった。この貴族層の膨張は、デカン戦争の出費と、相まって、結果的に、貴族全体の給与の大幅な減少につながった。サーターラーを包囲する、アウラングゼーブ公軍するアウラングゼーブこのような、反乱が起きているにもかかわらず、アウラングゼーブは、 デカンで戦い続け、カルナータカ地方という広大な面積の地方を帝国に併合しようとした。南インドに逃げたマラーターには、ズルフィカール・ハーンを差し向けて、1690年9月から、マラータン王国の拠点、シェンジを包囲させていた。1698年1月、帝国軍は8年間包囲したシェンジを落とし、ラージャーラームは、南インドから、 デカン地方のサーターラーへと拠点を移した。その後、アウラングゼーブはマラーターを追い、1699年12月にはサーターラーを包囲し、1700年4月にこの地を落とした。この間、3月にマラーター王ラージアラームが死亡し、その息子シバージー2世がマラーター王となった。アウラングゼーブはマラーターとの戦闘を勝たすことができると期待したが、 彼を要する殺生であり、母木先のターラーバーイは、有能な人物で、マラーターを率いて、帝国軍から奪われた砦を次々に奪回した。だが、アウラングゼーブはジハードを戦して包囲戦の指揮を、自ら取り、買収と武力で圧迫して次々と落とし、取り戻していった。彼は、すべてのマラーターの城を奪取するつもりであった。だが、アウラングゼーブが、 敵の城塞に集中しているのにマラーターは目をつけ、デカン地方のあらゆるところで襲撃を始め、このため1702年から1704年にかけて、北、インド及びグジャラートからハイダラーバードに至る対象路が途絶えてしまった。マラーター王国のあるデカン西部では安全の保障を代償に定期的に保護料が徴収されていた。その後、マラーターはハーンデーシュ。 マールは、グジャラートにまで襲撃を繰り返すようになった。その一方、この頃になると、ムガル帝国とマラータ王国との間で、講和の話が持ち上がってきた。マラーター側の指揮官が和平を持ち出したのに対し、アウラングゼーブもまた長年捕虜としてきた、シャーフを解放して、マラーター王にすることを考えた。そのため、 1703年から双方で和平交渉が何度か行われたものの、結果としてそれは実を結ばなかった。アウラングゼーブのデカンにおける遠征が長引くにつれ、デカンに駐留する兵士の士気は徐々に低下していき、その戦費は莫大なものとなって財政は次第に圧迫されていった。財政の悪化はマンサブダール政の動揺させ、過度の地素徴収による。 近藤治は、ムガル朝にとって、最も深刻な問題は、皇帝申請のムガル大軍をもってしても、マラーター軍に壊滅的打撃を与えられることが、できないことによる、皇帝権の威信の低下であった。だが、今やムガル朝高官たちのアウラングゼーブに対する、信頼感さえも薄らいでいったと主張している。1681年以降、アウラングゼーブが、帝都デリーに戻らずに、 一世の後半をデカン戦争に費やしたことによって、帝国の重心はアウランガーバードを中心としたデカンに移り、それから生み出される影響は大きかった。特に、17世紀末から18世紀初頭、アウラングゼーブはマラーターと激しい戦争を行い、帝国の統制時には北インドの及ばなくなった。帝国に使えるものはデカンと北、インドに分けられ、北、 インドで使えるものはほとんど宮廷に出資しなくなり、中には、マラーターと手を結ぶものも現れた。アウラングゼーブが信頼していたウラマーもまた、朝税官と同じようにジズヤから得られた税を着服し、国庫に税が届かなくなった。行政機構は壊滅し、帝国の財政を担ってきた北きたインドは荒廃して、悲惨な状況であり、財政は年を追うごとに悪化した。また、 17世紀を通して、イギリスは、マドラス、ボンベイ、カルカッタを、フランスは、ポンディシェリー、シャンデルナゴルをそれぞれ獲得し、18世紀初頭に、なると両国は、インドの植民活動に乗り出そうとしていた。1690年代にはアウラングゼーブは、ボンベイで、イギリス国王の肖像を刻んだ、ルピー硬貨の鋳造を止めれず、1702年になると、アウラングゼーブの進化が、 マドラスで権力を行使できなくなっていた。晩年のアウラングゼーブうつむきながらコーランを読む。晩年のアウラングゼーブアウラングゼーブはマラーターに応戦し続けたが、1705年5月に手足に激痛を感じて倒れ、12日観光に姿を見せることはなかった。アウラングゼーブは回復したが、老齢による衰えは隠せずに、デリーに帰還することにしたが、 1706年1月31日から、デカンのアフマドナガルに留まった。5月、アフマドナガルでは、マラーターとの間で、激しい攻防戦が行われた。だが、マラーターは、アフマドナガルを落とせず、そのため地方に展開した。9月になるとマラーターは一段と攻撃の手を強め、治安の悪化からアフマドナガルに入れる者はいなく、なってしまった。アウラングゼーブは、 マラーターとの講話にも失敗し、もはや自身に残されたのは神のみと語ったという。アウラングゼーブは、その晩年、自分の統治は誤りであると思うようになり、法漁後にかつて自身が争ったように息子らの間で、好位継承戦争が起こるのではないか心配するようになったという。そのためか、アウラングゼーブは放御の2週間前、サンナンアーザムと、イツオカ・ムバフシュを、 別々の認知に送った。フランシス・ロビンソンは、鎖を解かれた2匹のライオンを一緒にしておくわけには、いかなかったと述べている。1707年2月28日、アウラングゼーブは高熱に倒れたが、イスラーム教の日に5回の祈りだけは続けさせてほしい、と言い張ったという。彼が、もはや信じることのできるのは神だけであった。フランシス・ロビンソンは、アウラングゼーブの晩年は、 悲劇としか言いようのないものであったが、それは、父ミカド、シャージャハーンの悲劇とは、趣きが異なっていたとしている。放御を迎える、数日前、アウラングゼーブが息子アーザムに宛てた手紙には、その半世紀にわたる長い知性に対する後悔の念が、綴られている。それは、このような内容であった。3月3日、明朝、皇帝アウラングゼーブは、 朝の祈りを捧げるために寝室を出た時に意識を失った。そしてそのまま回復することもなく、その日の夕方に放御した。翌日、その遺体は、アウランガーバード近郊、フルダーバードにある、スーフィー聖者ザイヌルハクの母廟のそばに埋葬された。アウラングゼーブの墓は、歴代皇帝の墓と違い、イスラーム教寸な派の教えに従った屋根のない城。 大理石の質素な墓であり、彼が最後まで協議に従っていたことを示している。アウラングゼーブの半世紀にわたる知性、ムガル帝国は南端部を除くインド全域とアフガニスタンにわたる広大な領域を領有し、その没年までに帝国の藩とは最大となり、帝国の歴史に最後の輝きを与えた。しかし、その宗教不寛容政策は、 宗教対立を招き、強引な領土の拡大による莫大な戦費は財政を破綻させ、前期ムガル帝国の繁栄に終止符を打ち、帝国は衰退期である後期ムガル帝国へと向かっていった。バージーラーをその後、5月に帝国軍はデカンからの全面撤退を決め、同時にムガル帝国の宮廷にいたマラーターの王子シャーフーを釈放した。シャーフーは、 マラーター王国の首都サーターラーに向けて進軍し、シバージー二世の母ターラーバーイーが対決姿勢で応じたために内乱となったが、彼はバラモンであるバーラージービシュバナートの助力により、翌年にマラーター王となった。アウラングゼーブの崩御後、彼の予想通りに、息子たちが定位をめぐって争い始め、彼自身の統治、多数の民族、宗教を抱えた政情や、 帝国の財政難も影響して、帝国領はたちまち分裂、衰退していった。後に混乱に乗じて、帝国を見切った、デカンのニザーム王国、アワド大使、ベンガル大使といった、近隣地域が独立、マラーター王国を中心としたマラーター同盟が、強制となった。1737年にはその最小バージーラー、を率いる軍勢によって、デリーを攻撃された。 アウラングゼーブの没後、ちょうど30年目に起きたこのことは、マラーターの大統と、ムガル帝国の衰退をよく表していた。さらには、イランのアフシャール・アサがデリを略奪、破壊、アフガニスタンのドゥルラーニー朝も帝国領に、たびたび侵入し、インドの植民地化を目指すイギリスなどの外国勢力も、介入してくるなど、帝国は、急激に崩壊していった。こうして、 アウラングゼーブの崩御100年後の19世紀初頭には、ムガル帝国は、首都とその周辺をしか支配していなかった。コーランを読むアウラングゼーブアウラングゼーブは、戦術したように弱年よりスンナ派に沿った生き方を、し続けた人間であり、サティーシュ・チャンドラは、生きた聖者、ウィリアム・ノリスは、宗教にすべてを捧げたムガル王とさえ呼んでいる。近藤治は、アフマドシルヒンディの思想が、 アウラングゼーブの考えた方につながり、ひいてはその統治に大きな影響を与えたと述べている。アウラングゼーブの書簡の中で最も多い話題は神への恐れであった。また、アウラングゼーブはその生涯で数度にわたって自らコーランの著者を行っている。アウラングゼーブの私生活は禁欲主義に基づいて、 宝石はほとんど身につけず、値段の安い服を着ている失踪ケニアクなものであった。そればかりか、自ら貴族のために作った、帽子、装飾文字で書かせた、自身のデリー金庫にあった、小さな農場などから得られる、わずかな収入だけで、私生活をまかなおうとした。彼はペルシア語の試作を趣味とし、両馬を好み、果実を好物としていた。 アウラングゼーブは、後位継承戦争においては三人の兄弟を抹殺する非常な手段を取ったが、定位が盤弱になると人間味を表し、とりわけ身分の低い者には見せるようになった。アウラングゼーブは、もともと謙虚で、自分に厳しく他者の弱点には寛大な人物であった。ただ、アウラングゼーブが血塗られた勝利を得たことで、多くのヒンドゥー教徒やイスラーム教徒に悪評を、 加えさせてその悪名を定着させ、怪物に仕立て上げようとしたが、その実像は、かけ離れたものであったという。また、アウラングゼーブは若い頃に一度だけヒンドゥーの踊り子に、情熱的な恋をし、音楽といった快楽を求め続けるような生活を、していたことがあった。フランシス・ロビンソン曰く、その踊り子が死ぬことさえなければ、そういう快楽に溺れたままであったかもしれないという。 シャージャ・ハーンの知性とは違い、アウラングゼーブの知性に文化は衰退した。建築は宗教関係に限られ、宮廷にいたムガル絵画の画家集団は解散させられ、ヒンドースターン音楽への保護も打ち切られた。アウラングゼーブが帝国の文化事業に終止符を打ったのは、シャージャ・ハーンやダーラン志向がその保護者であったからと考えられている。 しかし、宮廷にいたムガル絵画の画家は、ラージプート小国に仕え、ラージプート絵画の発展に寄与し、18世紀に、ラージプート絵画が最盛期を迎える端所を作った。アウラングゼーブは、アクバル帝以来ムガル帝国で進められてきた、イスラーム教徒と、ヒイスラーム教徒の融和政策と、その結果として、一定程度実現された。 信仰の自由と宗教観の平等を破壊し、シャリーアの厳格な適用によって、イスラームの優位に基づく秩序を復活させた。ゆえに、イスラーム復古主義者の間ではアウラングゼーブを、故教者とする見解が主流だが、現代的な多元主義者は、アウラングゼーブは、イスラームの中からムスリムと、ズインミーという二元的関係に基づく。 不平等の共存を超えた真の多元主義が生まれる目を積んだという意見を持っている。パキスタンでは建国の経緯からイスラーム復古主義と世論の神話性が強く、アウラングゼーブは国民的英雄とされており、インドでアクバルが尊敬されているのと対照的である。アウラングゼーブと息子性質計3人、側室計7人、計5人、計5人、 ありがとうございます。